女性専用車両についてどう思いますかあの、かなり微妙なんですよね。あの、その、電車って、あの、えっ、ー、と、旅客列車夜間みたいな、なんかあの、国土交通省が決めたルールがあって、で、その、電車に乗る人を差別してはならないっていうルールがあるんですよ。 要はその、男性だからこの列車に乗ってはいけません。女性だからこの列車に乗ってはいけません。そのなんかじゃあ、日本人だからこの列車に乗ってはいけません。何人だからこの列車に乗ってはいけませんとか、基本差別なので、列車に乗ってはいけない人を規定するのはルール違反なんですよ。 なので実はルール上女性専用車両って男性が乗ってもいい車両なんですよ。ただ男性が乗るのを遠慮してくださいっていうお願いをする車両っていうかなり微妙なあのお願いベースなんですよね。なので法律上女性専用車両に男性が乗るのは何の問題もないです。っていうあの日本らしい微妙な状況なんですよね。